はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JGC にお金まして北海道旭川市からベトナムの首都ハノイに旅行に行った動画のパート1です。皆さん、ベトナムの平均年収はどれくらいだと思いますか？日本貿易振興機構の調査によりますと、2022年で年収が約48万円だそうです。ちなみに日本の平均年収は国税庁の調査で2021年で約443万円だそうです。今回の動画では北海道の旭川空港から羽田空港、成田空港からハノイ、ノイバイ空港まで日本航空 JAL の飛行機に乗りました。ノイバイ空港から配車アプリのグラブを利用しまして、ハノイ市内のホテルまで移動した模様の動画になります。 4K 映像かつ二重玄関の字幕を歯車マックから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真ん中、旭川空港から羽田空港、その後成田空港からハノイ、ノイバイ空港まで合計区間マイル2870マイル、距離で約4618キロメートルを移動しております。わしは2022年11月にハノイを旅行した模様の動画も作成しております。また同じベトナムの都市でありますホーチミンを旅行した模様の動画や、タイの首都バンコク、そしてマレーシアの首都クアラルンプールを旅行した動画も作成しております。ぜひこちらの動画もご覧いただければと思っております。はい、今回も北海道の真ん中、旭川空港から動画をスタートしたいと思います。ベトナム、ハノイには2022年11月に来ましたが、今年も行けるのはおじさん、とても嬉しいです。撮影した日が2023年4月でしたが、旭川空港もかなり暑かったですね。この後、ターミナルビルに入りました。旭川空港1階です。ANA 並びに AirU、そして日本航空 JAL のチェックインカウンターがあります。私はチケット控えを持って JAL のチェックインカウンターに行きました。チェックインを済ませた後、2階にあります旭川の人気店エスピレオでおこっぺ牛乳とクロワッサンを買いました。おこっぺ牛乳はすごく濃厚で美味しかったですし、クロワッサンはパリパリの食感とバターの味がとても美味しかったです。私はエスピレオでおこっぺ牛乳とクロワッサンを食べた後、保安検査場に行きました。保安検査場を抜けた制限エリアではアナフェスタがありました。こちらの搭乗エリアで待っている乗客はエアズーの東京便の乗客です。右側にブルースカイがありました。奥に2番搭乗口がありました。私は搭乗まで時間がありましたので、カードラウンジのラウンジ大切に行きました。はい、これから旭川空港10時10分発羽田空港行き日本航空 JAL 552便搭乗開始します。私はこの日普通席の窓側席に座りました。小さくて分かりにくいと思いますが、奥に旭川市内が見えました。これから旭川空港を離陸します。普段は再生速度を上げてしまいますので、離陸時の音を消してしまっておりますが、ぜひ離陸時の音もお楽しみいただければと思います。徐々に加速していきます。この機種でありますボーイング767の離陸速度は速約 260km だそうです。旭川空港から日本航空 JAL 552便羽田空港に向けて離陸しました。以前登場しましたボーイング737に登場した時のモニター映像です。飛行経路と距離を紹介しております。この便の区間マイルは576マイルです。旭川空港から羽田空港までの距離は約 927km です。旭川空港を登場して約1時間ぐらいで、日本で2番目の面積がある湖、茨城県霞ヶ浦付近を飛行しました。湖の面積が220km あります大きな湖ですが、飛行機からだと湖の全体がよく見えました。
またまだと思いますが、東京湾でほぼ同じ高度の飛行機が見えました。羽田空港に向かっていると思いますが、違う滑走路に着陸するんじゃないかなと思います。北海道の真ん中、旭川空港を出発しまして約1時間半で無事に東京羽田空港に着陸しました。私はクラス J 席の乗客の後、機内を出ました。機内を出た後、スーツケースを預けております手荷物受け取り所まで歩いていきました。私はスーツケースを受け取った後、到着出口を出ました。その後、成田空港に向かうために成田空港行きのバス停に向かいました。途中、到着口がある階にはユニクロがありましたね。成田空港行きのバスは6番乗り場でした。私はこちらのバスに乗りました。羽田空港から成田空港までの距離は約 81km、 リムジンバスで約1時間20分で到着することができます。私はバスを降りた後、成田空港第2ターミナル入っていきました。成田空港の中には両替所がありましたので、搭乗手続きをする前に両替レートを見に行きました。2階には日本航空のチェックインカウンターがありました。成田空港にあります両替所について紹介させていただきます。こちらの両替所は GPA 外貨両替専門店です。こちらで円からベントナム島に両替した場合、前回ハノイを旅行した時、2022年11月上旬のレートで1万ドンで67円でした。1万円を両替すると149万ドンになります。今回ハノイを旅行しました。2023年7月の両替レートでは1万円で152万ドンでした。後で紹介させていただきますノイバイ空港にあります両替所では、1万円で167から169万ドン、ハノイ市内のレートが良い両替所では170万ドンでした。こちらの両替所とハノイ市内にありますレートが良い両替所では、1万円で約18万ドン、日本円で約1100円くらいの差がありました。私は両替所のレートを見た後、日本航空 JAL のチェックインカウンターに向かいました。私が行った時間が午後1時頃でしたが、チェックインカウンターには人がいませんでした。チェックインをした後、フライトボードを見に行きました。私がこれから搭乗します成田空港18時ちょうど発ハノイノイバイ空港行き JL751 便も表示されておりました。出国審査を通過した後、私は成田空港第2ターミナルにありますワンワールドアライアンスのラウンジに行きました。香港の航空会社キャセイパシフィック航空ビジネスクラスラウンジでは、開放感がある席で駐機してあります飛行機を見ながら、お稲荷さんやスモークサーモンなどを食べました。その後、日本航空 JAL 桜ラウンジに行きました。こちらではフィッシュ&チップスや牛丼、ティラミスを食べました。何回でもおかわりしたくなるくらい美味しかったです。最後に訪れました日本航空 JAL ファーストクラスラウンジでは、 JAL 特製ビーフカレーを食べました。こちらは桜ラウンジでも食べることができますが、やっぱり美味しかったですね。私は成田空港第2ターミナルでプライオリティパスを利用することができる施設や、ワンワールドアライアンスのラウンジについて、こちらの動画で詳しく紹介させていただいております。プライオリティパスを持っている方や JAL の上級会員の方は、ぜひこちらの動画もぜひチェックしていただければと思います。私は日本航空 JAL ファーストクラスラウンジに行った後、83番搭乗口に向かいました。83番搭乗口までは結構距離がありましたので、再生速度を上げております。途中、以外にカフェがありました。左
左側にはおじさんも利用しております牛丼の吉野家もありました。私は搭乗開始時刻の30分ぐらい前に83番搭乗口に着きましたが、かなり乗客が座っておりました。はい、成田空港18時ちょうど発ベトナムハノイノビアイ空港行き日本航空 JAL 751便搭乗開始します。近かったので、私が予約できた座席はかなり後ろの方でした。私が乗った座席はエコノミークラスの座席でした。今回登場しましたエコノミークラスの座席には USB 電源がありましたので快適に過ごすことができました。成田空港からベトナムノイバイ空港までの区間マイルは2294マイルです。距離は約3691km です。飛行ルートは中国上空を通過しましてハノイに向かうルートでした。途中機内食が出てきたんですが、お示ししております2種類から選択することができました。私は鶏もも肉のキノコ入りのカッチャトーラーソースを選択しました。福岡県北九州市上空付近で機内食が出てきました。私はラウンジでかなり食べてしまったので全ては食べることができませんでしたが、とても美味しかったです。今回は通路側席でしたので離発着の撮影ができませんでしたが、機内でゆっくり過ごすことができました。入国審査場まで向かっておりますが、再生速度を上げております。奥に見えます保安機 M 庫の写真が見えましたら入国審査場があります。入国審査で見せるものはパスポートと E チケット控えだけでした。入国審査を終えた後、スーツケースをピックアップしました。最後に荷物チェックをした後、出口に出ることができました。到着ロビーには出迎えの方がたくさんいました。私はこの後ノイバイ空港にあります両替所に行きました。ノイバイ空港到着ロビーには両替所や SIM カードを販売しているお店が何店舗かありました。ノイバイ空港にあります両替所の2023年7月の両替所のレートをお示ししております。左にお示ししている両替所のレートでは1万円で 167.5 万トンでした。反対に右にお示ししている両替所のレートが一番良かったんですが、こちらのレートは1万円で169万トンでした。また両替できるお店ではベトナムで使用ができる SIM カードを販売しておりました。赤色の枠のお店で販売しておりましたデータと無料通話ができる SIM カードを25万トン日本円で約1500円で販売しておりました。私は事前に Amazon でデータと無料通話もできる SIM カードを850円で購入しております。現地で買うよりも安かったので Amazon の販売ページを概要欄に載せておきます。今後ベトナム旅行に行く予定がある方はぜひ購入いただければと思います。両替所で両替をした後、この日宿泊しますハノイ市内中心部のホテルまで移動するので、配車アプリのグラブのドライバーと待ち合わせるためにノイバイ空港の外に行きました。ノイバイ空港からハノイ市の中心部までの距離は約 26km です。私はノイバイ空港からハノイ市中心部にあるホテルまで配車アプリのグラブを利用しました。グラブにつきましてはバンコクやホーチミンなどの旅行動画の際にも紹介しております。グラブの説明はスライドをお読みいただければ便利であることがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。今回ノイバイ空港から
ハノイ市内にあります宿泊したホテルまでグラブで35万ドン、日本円で約2100円でした。私はグラブのドライバーと待ち合わせるため11番出口に降りました。それほど時間かからずに、なんとか無事にドライバーを見つけることができました。それではノイバイ空港からハノイ市内に向けて出発します。ノイバイ空港を出発しまして、50分ぐらいでハノイ市内の中心部まで移動することができました。撮影していた時間が午後11時半ぐらいだったと思いますが、街には人がかなりおりました。今回宿泊しましたビクターメトロポリスハノイホテル&ルーフトップバーの場所はハノイ市内の中心部ホアンキエム湖からも近い繁華街にありました。動画をご覧いただき、しばしハノイ市の中心部の雰囲気を味わっていただければと思います。空港を出発して約1時間でホテルに到着することができました。チェックインの手続きを待っておりましたが、日本人の女性が私の前でチェックイン手続きをしておりました。このホテルは日本人女性に人気なんでしょうかね。このホテルの宿泊料金は一泊朝食付きで8000円から1万円ぐらいでした。ハノイ市の中心ホアンキエム湖にも近いですので、とても便利な場所にあると思います。部屋の様子です。写真は上手に撮影できておりますので、もう少し綺麗ではないかなと思った方が良いと思います。電圧は違いますが、日本と同じ A 型のコンセントを使うことができます。個人的には2022年11月に宿泊しましたパラダイスセンターホテルの方がおすすめかなと思いました。これで今回の動画は以上になります。今後紹介する予定の映像をご覧いただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画では北海道の旭川市からベトナムの首都ハノイ市まで日本航空 JAL を利用しハノイ旅行初日の模様を紹介した動画でした。前回2022年11月から約8ヶ月後に再度ハノイに行けたことはとても嬉しく思っております。成田空港に行った時の楽しみでもありますキャセイパシフィック航空ビジネスクラスラウンジや日本航空 JAL サクララウンジファーストクラスラウンジで美味しいものを食べたり届けたのもすごく良かったと思っております。パート2の動画ではもちろんハノイ市内を観光した模様や美味しいグルメを食べた様子などにつきまして作成したいと思っております。もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ハノイのホテルに着くのが遅くて眠くなっちゃうんだよな。